今回ねマイナス昭和ララポート新三里というところに来ました。人がね多いです。で早速なんとパンチングマシンが見えた。ここ実は太鼓というよりはパンチングマシンがやりたくて、僕の自己ベの670を越せるんじゃないかっていう台です。そっちの方が気になります。あ、太鼓2台ある。あ、パンチングマシンめっちゃ環境いい。太鼓はちょっと人がいるんで後々映します。もう出る出る、軽くで462は出る出る。ちょっと時間ないんで今日なるべく短時間で自己ベを出すしかない。今のいいかも。670どころか600すら無線。パンチングマシン更新ならず。普通に俺の調子が悪かった。600出すのですら大変。ちょうどパンチングマシンがここで、太鼓がこんな感じです。2台あって三脚セット。うちが硬い。赤泣きとかできそう。で過去にラウアンだと広島のラウアンが一番自分の中でメンテ良くて、それを越すことができるか、そんぐらいメンテいいかも。しかもね、もうパンチングマシンあって疲れた。普通に動いてない。メンテは普通にいい。でなんとさっきここで太鼓やってたら、俺が並んでる前であのやってた子がリスナーさんで、で隣でやってた子もリスナーさんで、でそのリスナーさんがまさかの千葉県の太鼓のなんだっけイベント、松戸でやってた太鼓のイベントで一緒に松戸を回った子がいてびっくり。松戸一緒に回りましたよね、あの時アイスを奢ってくれたの覚えてますみたいな。いやもう会話が大人すぎるって思いながら歩いてたら、なんと太鼓3台あるんだね。ここにあった3台か3台だよね。ああここだけ省かれてるんだ。なんか大人がこの間はありがとうございましたっていう時みたい。最初気づかなくて2秒ぐらいであれってなって気づいた。でなんとね虹色超人も受かったらしくて、トイレとかもね今日全寮したらしい。でその子とセッションして星9のね曲もね一発全寮。2人して興奮してた。ツイン全寮もね初だったみたいで、うわーってなってた。でアライブのドンラッシュが2箇所あるんですけど、そこ全部ロール処理でやった。謎のロール処理で、その子の友達のリスナーさんともセッションして、両弦なんとあのドルカドルカ、最初のドルカドルカみたいなとこで間違えて負荷6個出してカーゼロ、もったいなかった。ドカドカビームは安定のね全量通過、まあ負荷出したけどいいとこ見せれてよかった。あったリスナーさんありがとう。キッズプラザキャランド新三里というね名前の長いゲーセンに来ました。新三里のラウンド1と同じ階かな、2階なんで店内はこんな感じ。ゲームが終わったらバチはバチ刃元、バチ刃元のところに戻してね、刃元包丁、あバチは元か。
100円2曲太鼓の達人で使えるバナパスポートカードをカウンターにて販売中。1枚300円どこに書いてんだよ。ゲームセンターでもっと楽しくなる。多分普通のカードかなこれ。7時45分までこのゲーセン、特に、まあ、メンテも普通か悪いかぐらいだと思うんで、今回は久しぶりに太鼓の達人をやりながら UO キャッチやってみた。多分パート2かパート3ぐらい。プレイ中は多分厳しい。太鼓やりながらなんかやればいいってもんじゃない。100年60秒ってすごくね。遅い遅い。今13秒ぐらい。あ、こった。何回、3回できるかな。3回キャンディーズのしずちゃん。20円ぐらい、2、30円、3個取れました、なんかゆっくりやりたい。めっちゃせかされてる感じがする。普通に100円1回でやった方がいいから、でもこれはこれで面白いから、急いで急いでってやんない方がいいから。おー、ここのララポもでかいね。おー、ラウワンがこちら。